されてるお肉って。ないね。あ？すみません、今日から日が経ってからのコラボなラブライブのクリアファイル。はい、というわけで買ってきました。まあ大量のね、まあポテチとかまあポテチとか。はい、というわけでね、スクエアアーケードの、ファンクションロック衣装の、クリアファイル、A5 サイズですね。こちらキャンペーンが、3月26日からスタートということで、購入早速ね、日が変わってすぐに購入してきました。対象商品を2つ購入するごとに、クリアファイル1枚プレゼントという企画になっております。まあ、全部でね9種類あって、各店4枚ずつの、合計36枚、先着になります。そしてね、対象商品の方ですね、ざっと言いますよ。はい、湖池屋プライドポテトの神のり塩味で、続いて、プライドポテト芋丸ごと食塩不塩で、とんがりコーンの焼きとうもろこし味、ハバネロ、暴君ハバネロ、暴君ハバネロ言えてなかったね。はい、全部ベビースターラーメンで、9枚分18個購入した場合1908円に対して、全部ね一番高いじゃがりこの L サイズを購入した場合は、トータルで3060円かかってしまうので、おやつチョイスは金銭的にもねあまり余裕がない人は結構重要になってくるのかなと思いますので、一番安いのはベビースターラーメンです。はい、それで2円しか変わんないけど、ハバネロ、暴君ハバネロと、とんがりコーンの焼きとも、ろこし、もう言えねえな、もう年取るとなんか滑舌悪くなってくるの、マジムカつくんだけど。はい、じゃあ、はい、でちょっとね、俺の顔と、まあ、いい感じにこうね、サイズ感がちょっと結構同じぐらいって思うじゃない。これ遠近法って思うじゃない。これ違うんですよ。クリアファイルがちょっと小さいんです。これ英語です。あの、よく見る、あの、一般的なクリアファイルのサイズって A4 だと思うんですよ。さらにこれね、二回り三回りぐらい。なんでかなり小さめです。はい。わかりやすく言うならば、おそらくハガキ2枚分ぐらいのサイズになってると思います。もうね、背景からもう全面にかなり豪華な、感じでね、はい、描かれております。まあ、あのスクエアアーケードやってる人からしたらね、ある意味見慣れた感じなのかなと思いますが、一つだけちょっと言わせてほしい。なぜファンクションロックいや別にいいんだよ、別にいいんだけど、スクエアアーケードとセブンイレブンのコラボのクリアファイルの第1弾がまず MR だったんですよ。 MR のイラストで、第2弾がオーシャンパーティクルで、第3弾がそれに続いてのファンクションロック、だいぶ飛んでるんですよ。個人的にはフラワーサークルとウォーターエッセンス、ここかなり俺個人的にはあの欲しかったです。はい、なんで飛んでしまったので、ちょっと戻ることあるのかなって。まあでもね、ファンクションロックも十分可愛いですので、はい、スクエアアーケードの、ね、イラストがね最近本当に可愛いんです。はい、なんでそこは押していきますよ。はい、で裏面がすごいシンプルです。はい、メンバーカラーの衣装に、でさらにこの下のところにね、メンバーアイコンが、はい、描かれていて、で下のところにセブンイレブンと文字だけが書いてある、このねなんかコラボ感があるのかないのかよくわからない、感じになってますが、はい、もうこれセブンイレブンっていうよりはもうラブライブのグッズですね。もう見た感じね、パッと見ね。はい、はい、リコちゃんです。はい、ファンクションロックっていうからにはもうやっぱりかっこいい感じ。はい、でやっぱりキーボード担当なんだね、さすがリコちゃん。で裏面も一応見せておきましょう。はい、裏面一応。はい、順番にカナンちゃんいきましょう。すごいですね、もう動きがすごいある感じですね。はい、このねスカートの部分とかすごい、動きがあっていいかなと思います。はい、ウィンクしてるねカナンちゃんね。はい、かわいいですね。かっこかわいいってこういうことを言うんですね。はい、裏面こんな感じと。はい、ちょっとね色鮮やかな感じ、ちょっと明るめですね色がね。次ダイヤちゃんいきましょう。はい、これ似合うね。うん、すごいかっこいい。もう黒髪にこのロックな感じ。はい、これ個人的にはすごい好きですよ。またね、あのお決まりのウィンクですね。これよく見たらチカチもウィンクしてたね。今のところウィンク率、75% ぐらいです75% ぐらいウィンクしてます。はい、で裏面はこんな感じと。はい、次来ました俺の推し、あ、ヨーちゃん。はい、もう可愛い。ただもう見慣れたな、もうこれ、このイラスト見慣れた本当に。はい、いや、ヨーちゃんも可愛いですね、この笑顔、この表情マジ可愛い。はい、裏面こんな感じと。はい、次行きましょう。はい、次レオナの推し、はい、ヨハネ来ました。はい、そこだけ見るんじゃないよはい、じゃあ君から。はい、これに対して、はい、はい、手錠してんの。あ、手錠かかってるね。ハーツマークの手錠かかってますね。あー、なるほどね。逮捕されたいあの、うなずいても伝わんないから。あの、うんって言ってました。はい、あとは髪型も。そうだね、髪型もそう、俺も思った、それよき
オッケー、ポーキ、裏、はい、裏面こんな感じという感じですね。はい、次行こう。はい、お花丸、はい、花丸ちゃん。なんかロックな感じっていうよりはなんかだんだんなんかこれだけではロックっていう感じじゃなくなってきたよ。色合いといい、若干あのミューズのスターライトセーラー、あれがちょっと被ったような。花丸ちゃんも手錠ですよ。はい、花丸ちゃんは、ハートですね。花丸ちゃんもハート、決してお花丸ではない。はい、で裏面はこんな感じと。はい、次行きましょう。マリーかっこいいけど可愛いな、やっぱな。3年生まさかの全員ウインク。はい、裏面はこんな感じと。はい、はい、ルビーちゃん、はい、これは両目がパチクリですね。はい、ウインクはしてません。もうすごい可愛いし、もうノリノリだし、こんなポーズしちゃって、はい、いや、めちゃくちゃ可愛いですね。はい、裏目はこんな感じと。さあ、まあこれでね、もう全部ねクリアファイルの方紹介しちゃったんで、この動画自体の見どころっていうのはもう多分終わりです、ないです。はい、なんでちょっとだけね、まあせっかくなんで、ちょっと俺からね今回の対象商品の、ランキング付けさせてください。せっかくなんでおすすめランキングいきましょう。第3位、はい、というわけでね、プリングルスのサワークリームオニオン。はい、これは結構やみつきになります。あのね、俺子供の頃ね、逆にこれ嫌いだったんですよ。大人になると分かる味ってあるんです。クリーミーさの奥に潜むこの酸味がやみつきになる。それでは第2位いきましょう。第2位はこちら、暴君ハバネロ。はい、こちらね、残念ながら辛い人がじゃないや辛い人ってなんだよ、辛いのが苦手な人にはあまりおすすめはできませんが、これね、暴君っていう割に個人的にそんな辛くないです。辛いの苦手な人からしたら普通にめちゃくちゃ辛いよって思うかもしれないですけど、辛いの好きなんで俺、辛いの好きな俺からしたらそんなに辛くないです。で、辛い以上にあの旨味の方がかなり強くってですね、めちゃくちゃうまいの。だからこれ本当にうま辛って感じでね、辛いのがまあそこまで苦手じゃなくって食べたことない人はぜひこの機会にね、1個でいいからあの食べてみてほしい。そしてラスト、俺から選ぶおすすめランキング1位を、はい、発表したいと思います。はい、チップスターの薄塩です。シンプルイズベスト。世界は喜びが溢れている、物語はいつも果てしない、サムネ撮ろう。